タイムついに ECMWF モードでもですね世界最高クラスの予報精度を持つと言われる ECMWF モードにおいてもこのようにくっきりとしたあ強い勢力を持つ台風第3号ケイミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線の進路予想が描かれるようになってしまいました。 おはようございます。あなたの台風速報の時間がやってまいりました。台風速報。2024年7月の17日水曜日朝5時25分38秒現在の台風第3号ケイミー並びに 台風4号プラピルーンの候補となりそうな熱帯低気圧、いわゆる台風の卵と活発な対流活動を表す熱帯上南の低圧部の発生予測とその後の進路予想に関する世界各国の気象機関による最新情報を徹底比較、分析、検証しながら速報で視聴者様であるあなたへ お伝えをしてままいります今ご覧をいただいておりますのは世界最高クラスの予報制度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースしますヨーロピアンセンターフォーミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードによります大気循環の移り変わり気圧配置の変化の予測をご覧いただいております。 予報日時、7月22日月曜日午前11時の予報になります。この時、フィリピン、ルソン島の東の海上のフィリピン海の海上に、中心気圧1002ヘクトパスカル、周辺の最大風速、最も大きいところで、毎秒16メートルを指し示しております。台風の規定値であります。毎秒17メートルには到達しておりませんが、 台風第3号、ケイミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が現れ始めております。この後の進路予想を見ていきますと、徐々に徐々に成長発達を遂げながら、北西の方角へ進んでいくのがお分かりいただけますでしょうか。そして、沖縄地方へ向かって駒を進める進路予想をとっておりまして、予報日時、 7月24日水曜日の夜10時の予報になります。この時中心気圧983ヘクトパスカル周辺の最大風速最も大きいところで毎秒23メートルを指し示しております。台風第3号ケイミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が沖縄地方 先島諸島の宮古島に最接近、そして通過していく進路予想が描かれております。非常に危機的な台風3号の候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線の進路予想が描かれております。あくまでも予報レベルではありますが、やはり警戒を強めつつ、今後の最新情報、こまめに 注意深くチェックをし続けていいいたただきたいと思いますこのあとですね、北北西の方角へ向かいまして、中国大陸の上海の辺りへ上陸しているかに見えるのが、予報日時、7月26日金曜日の午前8時の予報になります。この時の中心気圧が986ヘクトパスカル、周辺の最大風速、最も大きいところで、 毎秒22メートルにまで衰退を始めております。で、この後、中国大陸へ上陸してですね、なおも北北西の方角へ向かう新流層を弾き出しております。ついに ECMWF モードでもですね、世界最高クラスの予報制度を持つと言われる ECMWF モードにおいても、このようにくっきりとしたあ強い勢力を持つ 台風第3号、ケイミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線の進路予想が描かれるようになってしまいました。え続きまして、アメリカ海洋大気庁、ノアが提供する大気循環の気象予測モデル及び、アメリカ国立環境予測センター、ナショナルセンターズフォーエンバイオメンタルプレディクション、NCEP 内の一つである、アメリカ国立気象局、 ナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなる、コンピューター解析による全球数値予報システム、グローバルフォーキャストシステム、GFS モードによる大気循環の移り変わり、気圧配置の変化の予測を示した、コンピューターシミュレーション画像をご覧いただいております。予報日時、7月22日月曜日の午後5時の予報になります。 この時フィリピン・ルソン島の東の海上 ECMWF モードと比較しますとほぼ同じか若干ですね、えー、東寄りにはなりますが中心気圧997ヘクトパスカル周辺の最大風速最も大きいところで毎秒19メートルと台風の規定値であります毎秒17メートルを超えております台風第3号ケイミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が っきりと描かれ始めております。さて、えー、気になります進路予想を見てまいりましょう。GFS モード。えー、北西の方角へ徐々に徐々に成長発達をしながらも駒を進める進路予想が描かれております。そして、えー、予報日時。 7月の25日のですね、夜7時の予報になります。この時、中心気圧937ヘクトパスカル、周辺の最大風速、最も大きいところで、毎秒31メートルを指し示しております。台風第3号、警備の候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が、 しかもこの台風の目の中心の位置が沖縄県の那覇市の南の海上に最接近している新流層がくっきりと描かれております。周辺の最大風速、ちょっと探しましたが、最も高い、最も大きいところで、南側、台風の目の南側になりますが、 毎秒35メートルを指し示しておりますので、これは気象庁の階級でいう強い勢力の台風に該当します。この後の進路層を見ていきますと、沖縄本島を通過した後、なおも北西の方角へ進む進路層を描いております。一番先の予報。 7月26日金曜日の夜8時までご覧いただくことができます。で、この後です、ね、この台風3号の候補となりそうな東圧線がやもすると、九州地方へ向かってくるのではないかと心配になられる方がいらっしゃるかもしれませんので、この続きをですね、トロピカルティビットの同 GFS モードでご覧いただきたいと思います。予報日時、7月26日の夜9時からご覧いただくことができます。この時、 日本列島の沖縄地方を通過したばかりの中心気圧、934ヘクトパスカルの台風第3号、ケイミーの候補となりそうな熱帯低気圧のわ圧線が、えー、九州地方の南西の海上、東シナ海に表示をされております。それでは、進路予想を見てまいりましょう。ゆっくりとですね、北北西の方角へ向かいまして、 朝鮮半島へ向かって北上する新流層が描かれておりますそしてこの後天候が行われまして7月28日の夜9時の予報になりますね勢力を弱めながらもですね日本海を北東の方角へ進む新流層が描かれておりますそしてだいぶ勢力は弱まってはいる状態ではありますが 予報日時7月30日の午前3時の予報では、中心気圧989ヘクトパスカルの状態で、等圧線の形も崩れてはいるんですが、北海道地方へ上陸線とする位置にまで、駒を進める進路予想がくっきりと描かれております。そしてこの後はですね、勢力を弱めながら、オホーツク海の南の海上を北東へ進む進路予想が描かれております。 一番先の予報、8月一日、夜9時、えー、夜9時の予報になります、えー。この時早くもですね、日本列島のお遠く離れた南の海上に中心気圧95、958ヘクトパスカルの台風第4号、プラピルーンの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線。えそして、 さらにその東の海上、統計180度線よりもひょ、おそらくですね、台風の発生領域であります、北西太平洋の領内になるかと思うんですが、中心気圧1004ヘクトパスカル、1 0 4ヘクトパスカルの台風第5号、マリアの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線、さらに南シナ海にもですね、中心気圧986ヘクトパスカルの 台風第6号の候補となりそうな熱帯低気圧を等圧線がそれぞれ描き出されております。それでは続きまして、ドイツ気象局、ドイッチャーベターディーンツの気象モデルをベースします。アイコンモードでも大気循環の移り変わり、気圧配置の流れの変化の予測をコンピューターシミュレーションによるグラフィック画像でご覧いただきたいと思います。 一番先の予報、アイコンモード、7月24日の午前0時までご覧いただくことができます。アイコンモードに至ってはですね、えー、全くもって不穏な動きなし、えー、特に変化のない有用らなる、有用迫らぬフィリピン海、太平洋の大海原が描き出されております。続きまして、えー、日本列島 近海しか見ることができないんですが、えー、日本の気象庁ジャパン・メテオロジカル・エージェンシーメソスケールモデルの気象予報モデルをベースしました MSM モードによる大気循環の移り変わり気圧配置の変化の 予測画像をご覧いいただいております。コメント欄で、ですね、昨日、えー、視聴者様からご質問がありましたが、なぜ日本の気象庁は、えー、見れる範囲が狭くて3日間しか見れないのか、他の ECMWF モードや GFS モードとはあ違うんですかというご質問がありましたが、これはもうウィンディーがですね、今現在の設定上、このような形になっているので、えー この見れる範囲がこの日本列島近海のみとなっておりまして予報日時も3日間とお狭くなっております。これはもう現在のウィンディーの設定でこのようになってしまっているのでもうこれはどうすることもできないということですね。ただ最近になってアイコンモードがですね5日間から7日間に予報期間が延長されましたので徐々に,に、えー、MSM モードもですね 改善が今後なされていくんじゃないかなということを期待したいと思います。一番先の予報、MS、M S M S M S M モード、7月20日土曜日の午前3時までご覧いただくことができます。特に変わった動きは見られません。それでは日本の気象庁のですね台風情報本家本元の公式サイトでご覧いただきたいと思います。 え更新があされましたがえ、現在、今のところ台風情報は発表していませんということですからえ、台風の卵となる熱帯低気圧も発生していないということに相なります。え続きまして、米軍 JTWC、ジョイント台風ワーニングセンター、アメリカ海軍と空軍がハワイ州の真珠湾の海軍基地に共同で設置した、アメリカ国防総省ペンタゴンの気象機関になります。 この停戦の枠内が北西太平洋台風の発生領域となりますが、まず、えー、っと、衛星画像2周タイム発行時間なんですが、えー、昨日16日の18.002ールとなっておりますから、これを日本の標準時に修正をいたしますと、本日17日水曜日の午前3時点の衛星画像ということになります。 えー、フィリピンのですね、えー、ミンダナオ島の東の海上のフィリピン海、91ウエストの活発な大流活動を表す熱帯上乱の低圧部が描き出されております。えー、しかし、この黄色を表す意味はですね、ローとなりますから、これは24時間以内に重大なあ熱帯低気圧の発生は低いと。 見られるがしかしながら監視対象である、えー、この雲の塊ですよという意味になります。JTWC 熱帯警報現時点では北西太平洋、北インド洋、中央東太平洋、南半球では熱帯警報は発令されていませんとの安心安全なメッセージが記されております。台風速報 えー、それではまとめに入りましょうついにですね世界最高クラスの予報制度を持つといわれるヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースとします ECMWF モードにおいても台風第3号ケイミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が発生して、えー、沖縄地方の 宮古島を先島諸島の宮古島を直撃する。進路予想が。予報されるようになって。きております。そして、えー。G. F. S. モードにおきましてはですね。E. C. M. W. F. モードとは若干進路予想にズレがあるんですけれども。 やはり強い勢力にまで成長発達する大大台風第3号ないし4号プラピルーンの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が沖縄本島の那覇市のあたりを最接近通過していく進路予想がくっきりと描き出されておりますこれに加えてですね今のところアイコンモードではまだ台風発生の兆候 気圧配置のですね移り変わりというのが予報されていないんですけれども、これに加えてもし、えー、アイコンモードでも台風発生の兆候が予報されるようになると、今まで私の過去の経験則からして、いよいよ台風発生の機運、兆しが高まってくるというのが。 あくまで私の個人的な感想になりますが、えー、警戒を要する事態になってくるということになります。GFS モードなんですけれども、ここですね、南シナ海にでもです、ね、ちょっと怪しい動きが見られまして、こ,この等圧線なんですね、えー、中国の香港の南の海上。 これちょっとね等圧線の発生時期がちょっと微妙なところではあるんですがもし、こちらの等圧線が台風3号ないし4号に発達するようなことがあればですねこちら沖縄本島を通過していくこちらの等圧線も台風3号ないし4号にどちらかに変わる可能性があります。 ただどちらになったとしてもですね、えー、この台風3号、4号、何号っていうのはに人間が勝手につけた名前でありますからこの猛烈な勢力に発達する熱帯低気圧が沖縄付近を通過していくという予報に変わりはありませんのでやはり、えー、警戒を強めていただき今後の最新情報十分に注意深くこまめにチェックをし続けていただければと思います。 17日の水曜日、今日もですも、ね、台風の危機的な予報が迫っている中、元気で笑顔な一日をお過ごしいただければと願っております。私からは以上となりまますそれではまた